はい、おまけネルです。このチャンネルは深夜ファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。一本でも映画が好きな好きと言っていいチャンネルでございますね。知識のあるなし上下をつけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます。ということで今日はですね、ちょっといつもと趣向を変えまして、なんとあのスパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバースに関わっていたアニメーターの方にですね、ちょっと時間をいただきまして、6名ほど集まっていただき、ちょっとねインタビューの方をさせていただきました。まあ、前回ねカナダに行ってインタビューさせてもらったことがあったんで、まあ、タツさんにねつてをね使ってね集まっていただいてお話聞くことができました。で今回ちょっとカナダに行くことまではちょっとできなかったんで、今爆上がりしててね値段が、リモートでねちょっとインタビューさせていただきました。でちょっとねリモートでインタビューするの結構難しくて、結構ざっくばらんに話しながらですね、分かりやすく編集でちょっとまとめてお見せいたしますので、その場のね雰囲気そのままお見せいたしますので、ちょっと見づらいところとかもあるかもしれませんけれども、貴重なお話を聞けますんでね、特にですね、まあ今回、まあ、なんであんなにねすごいクオリティができたのかっていうところのね、秘訣がですね、現場のね雰囲気とかがやっぱり日本とは違うんだなっていうのがですね結構感じられましたので、楽しみにね聞いていただけるといいと思います。それではどうぞ。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。スパイダーマンアクロスザスパイダーバースの実際に作られたアニメーターの日本人の方々です。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。僕は今回はスパイダーバースにかかってないんですけども、スパイダーバースの1とスパイダーマンファーフロムホーム、ノーウェイホームを関わった後にソニーから現在は ILM に。じゃあタツさんをなんかもし気になることあったら質問とかしていただいて。キャラクターアニメーターの園田ひるやと申します。園田さんもう本当お久しぶりですね。お久しぶりです。若杉亮です。僕はレイアウトアーティストとしてスパイダーバースに関わってました。アニメーターの園田由香と申します。ハリウッド版ゴジラのキングオブモンスターズとか、ストレンジャーシングスのセカンドシーズンとか、実写系のクリーチャーのアニメーションとかやってたんですけど、はい、ジェイコブと海の怪物っていうネットフリックスの映画の時からソニーに参加させていただいて、でバース参加した後に今は園田さんと一緒でウォルト・ディズニーアニメーションスタジオに移ってアニメーターをやってます。あれご夫婦？夫婦です。ゴジラもやってんすか？掛沼さんのゴジラのキングオブモンスターズのビデオを見させていただいて、当時すごい嬉しかったのを覚えてます。ああすごい当時見てもらってるんですね。ありがとうございます。はい、はじめまして、大竹純也と申します。最初に日本でしばらく働いてるうちに、もともと海外に来たかったのと、スパイダーバースの一作目を見て、なんだこれすげえやりてえってなって、こっちに来て最初にソニーに就職できて参加できたっていう感じで、はい、どうだったかのか聞きたいですね、実際やってみたら。理想と、ソニービクチャーイメージワークスでアニメーターをしております、古谷龍介と言います。日本でスパイダーバースの1を見て、1なく衝撃を受けて、それでもうスパイダーバースをやりたくてカナダに来ました。はあ。いやもうめちゃくちゃ楽しかったですね。やるってすごい。あーすごい楽しい。いやなんかそうですよね、もうしょっぱなあれですけど、ネガティブな方で話題になっちゃって、ね、労働問題みたいなの結構記事になってますけれども、どうですか現場の方からするとそこら辺。まあまあ大変ではあったけど、はい、ただあそこの文を読んでその通りっていうわけでもなかったなって、僕個人は、やっぱりその残業もすごい多かったし、やり直しもすごい多かったですけど、まあその出来上がったその映画本編をやっぱり映画館で見て、これはまあそれだけの試行錯誤しないとできないなってすごい納得はしたので。いやもう見てる側からも思いましたよ、普通にこれどうやってんのって思って。だし、指導はいつぐらいから始まってたんですか？本当に多分 2,3 人でかなり前の方からスタートはしてて、はい、スパイダーマンのノーウェイホームやってるのがもう2年前ぐらいになるんですけど、その時にももうすでに動いてたんですよね、はい、そうか、そう思ったらスパイダーマン2作走ってたんですね。そう、同じぐらいよね。リョウ君はレイアウトが先の工程なんで、
2021年の5月ですね、アニメーターが入る半年前くらい。そうですね。これじゃあ大体制作期間2年ぐらいでガーッと作ってるみたいなことですか。大体こう作っ準備期間があって1年半ぐらいですかね。あ、でもそうか、その前にモデリングとかの顔手もあるんですかね。驚愕なのは来年また公開しますよね。え、2個作った。ここはちょっとあのソニーの方からちょっとノーコメントになって。じゃあ実際どれぐらいの規模でじゃあみんなで作るぞみたいになってから人数とかは感覚としては、でも前作より少ない感覚でしたけどね。自分は締め切り数ヶ月前からもこれでこの人数で行きますみたいになったんで、これで行くんだとは思いました、ね、それがマックスでどれくらいなの。100人は超えてる。100人は超えてない、150ぐらいだったの。1の時は180とかね、最後に行ったんで。前も聞いたと思いますけど、だから1人どれぐらい尺作るんですか。多分1分前後なんで、フラさんでも多いんじゃないですか。結構本当に最後までやってたし、すごい長いシーンやったから。30秒多いか少ないか。トレーラー入ってるショットとかも結構みんなやってるんで、なんならトレーラー一番多いんじゃないですか。うん、あのよくあのロッテントマト の、 あの、はい、こんだけいいスコアですよみたいなあの画像を貼られたりするじゃないですか。はい、あそこの画像のショットをやって出たんですよ。こう急降下しながら、一番冒頭からなんかあのです、ね、ビルの壁走る。あ、そう、じゃあそのカメラを横切って壁に着地してあの壁を走っていくみたいな感じ。マイルズがたくさんのスパイダーマンに追われて、はい、であの一回ででんぐり返しして走るみたいなところをやってましたね。自分はトレーラーで、トレーラーの締めみたいな感じで。あ、そうですね。二人でスイングもあるじゃん。あれはトレーラーではないんですよ。あ、そうなの。え、二人でスイング、あれグエンと、そうです、そうです。二、はい、人でスイングしてるの。チャイナタウンみたいな。そう、チャイナタウン、そうね、赤いランタンみたいなとこのところ。なんか、マイルズとグエンがこう、最初、ビルの上をこう走って、そこからこう、ビルの間で落ちながらこう、スイングしていくみたいな。貯水タンクをバーンって叩いたら、こう、後ろにこう、文字がブーンって出るみたいなやつをやってました。出てたね。あれ、かっこいいっすね。すごい。私は、最初のバルチャーとのミケルとバルチャーが戦うところが戦闘シーンではその辺やったり、はい、あとはアクティングが多くて、そのバーベキューの時 の、 あの上であのちょっと落ち込む、マイルズが落ち込むところだったり、はいはいはい、最後あのミケルがマイルズに説明してこういうことがあるからお前は本当を探すけちゃいけないなみたいなこと言われるところらへんをやってました。てか今回結構芝居は前作よりもかなりなんかもう表情でみたいな、なんかそれもすごかったっすね。そうそうそう、アニメーションを見てくれるスープって方がいて、スーパーバイザー、その補佐みたいな右腕みたいな方がいたんですけど、その方が結構あの絵を描く方で、その人 の、 あのマイルズの顔の特徴作り方みたいな講座があったりしました。コミックライズされてるので、その目がラウンあの丸くならない、結構カクカクカクってストレートラインを意識してやってほしいとか、あのハイライトの入れ方とかそういう講座みたいなのがありましたね。アニメーションが OK になった後にそのハンバートさんっていう人がその最終のフェイシャルのチェックみたいなのをやって、こう上からここもうちょっとこうやってみたいなの書いて、あの指示してくれるみたいな、そういうのをやってて、そういうのが多分あのフェイシャルのクオリティの底上げみたいな感じ。面白い。その姿勢を直すと本当マイルズの顔がパチッと決まるんですよ。すごい。おーっつって、でも結構その最初グエのパートをみんなで作ってたんですよ。はい、グエの世界の本当映画の冒頭のところで作ってたんですけど、ちょっと長すぎるってことでいろんなショットがこうオミットっていって削除されたので、うん、実際はみんなもっと作ってるけど、映画になったのはちょっと少ないみたいな。しょうがないかなって、まあしょうがないっていうの割り切っちゃうのはあれですけど、それがまあ多分マイナスな気持ちになっちゃった人が投稿したのがあの記事だと思います。でもやっぱ現場の中でもそこで思う、みんなそれぞれ思うこと違うってことですよね。まあそうですね。削除される人もいれば全くされない、まあ、当たりって言ったらあれですね、なんか
うまくくぐり抜けた人もいたりするので、これは運ですけど、結構どうなんですか、出来上がってイメージこんなになってんだみたいな感じなんですか。めっちゃ面白い。驚いてる。全然違う。何これ。なんか語彙の世界でこの背景が感情によってこう水彩で変わるみたいなのはもう完全に出来上がってからこうなってんだみたいな感じでは。逆にあのパンクのあのビジュアルとかは結構アニメーターからもガンガンすごかった。アイデア出すみたいな。これもアニメーターなの？つけてる。えぇ、ー、すげえ。あれをやっ、え、何？いや、あの、パンクってこう、外枠みたいなのがこうついてたじゃない、つきますよね。あれをアニメーターがやってたってこと？やってました。うん。やばー。それプレート貼ってんの？プレート。プレート貼って。やばー。それこそ、やったアニメーター、確か最初の登場10秒ぐらい全部自分がアニメーション作ったんですって、Twitter、にそのどういう風に作ったかっていうのも上げてます。そうなの、はい、パンクって結構その、ガチャガチャ変わる。あれはアニメーターが考えたんですか？アイディア出しっていう部分ではアニメーターが最初ディレクターにプレゼンしたって。監督からはなんかリファレンスでペーパーアニメーションみたいに新聞切り取って、なんか新聞で切り取った腕が型は違うまた新聞でみたいなアニメーションにしてほしいっていうのだったんで、それを 3D でどうやって表現するかみたいなのを何パターンか作って、作ったやつを 2D にこう動画として出力した後にさらに別のツールを使って上からなんかフィルターかけたりとかして、あれ何コマ単位で動いて、あれ変わってんすか、なんかギャビギャビしてますよね、あいつって。あのスパイダーパンク本体とギターと服と、あとその枠線みたいなで全部違う。全部バラバラよね。はい、でキャラクターは2で止まってること？3です。3か、もっと止まってる。本体は3で、3コマで動いてるんです。え、スパイダーバースって混ざってんすか？ほぼほぼ2コマで、動きが速いところとかは1コマにしてるって感じですね。でバース1の時は3コマをテストしたんですけど、ちょっと止まりすぎてるってことで3コマはまあやらないって感じだったんですけど、スパイダーパンクでは3コマと4コマも入れ込んで。ドーンすごいね。パンクは多分胴体が2で服が3だったと思うんです。胴体いいですね。そうですね、胴体の方が割とヌルヌル動かないと、はいはい、ガチャガチャしすぎても見えないじゃないですか。なるほど。なんかパンクばっかりに目がいってもあれじゃないですか、あいつめっちゃ派手だから、はいはい、こっちが喋ってるのに目立ちすぎちゃうっていうのもあるんで、そういうのをちょっと考えながらやってました。途中であいつ消えますもんね。確かに。あいつ出すっぱりだったら地獄ですよね。そうさせると大変だから消したのかな。レイアウトはそうですね、ストーリーボードが最初に来て、カメラワークだったりキャラクターのアクションだったり、どういうカットにするかとか、そういうのを決めていくっていう感じですね。それはもうあれですか、コンテ切ってるような感じですか、もはや。絵コンテが紙なのを 3D で絵コンテ作ってるような感じ。あプレミスみたいな。はい、そうですね、はい。レイアウトのやりがいっていうのはどういったところにありましたか、やってみて。そうですね、レイアウトはやっぱりアニメーションだとこうショット単位でこう1ショット1ショット作っていくんですけど、レイアウトの場合はワンシークエンス1つ担当するんで、マンバッタン あの塔が落ちるところとか、あの辺りとか最初から最後までやったりとか、あとはあの垂直 あの新幹線みたいなやつが登っていって、ミゲルとマイルズが戦うシークエンスとかは、あとはアクションシーンも最初から最後まで全部やったりとか。美術館も一応最初の。あ、そうです、そこも、はい。え、見せ場3つやってるじゃないですか。屋上もやったんですよ。あ、そうです、バーベキュー。バーベキューもやった、はい、屋上も。え、あのバーベキューのシーン全部丸ごとやったんですか。あそこは結構トリッキーで、何人か他のレイアウトアーティストと分けてやったんですけど、マイルズが最初階段から登っていって長回しのワンショットがあるんですが、はい、あの辺りとかはからプラス5ショットとか10ショットくらい人がいっぱいこうかき分けてくる。そうです、そうです。あー、確かあそこは印象的ですね、バーベキューし。そうですね、はい、確かに。レイアウトでさ、バルチャーと戦ったところと、はい、その後のアニメーションでやったのとどんぐらい変わってるの？カメラとかショットの刻み具合とか。あそこのシークエンスはあれ、これ同じシークエンスだっけっていうくらい
違いますね。あ、そうなんだ。全く違うんだ。あそこはずっとやってました。私、うん、が最初にもらったショットは、うん、あそこのシークエンスだったんですけど、うんうん、なんかずっとそのレビューするリストにそのショットの名前があって、本当は1回レイアウトアップルームになったんですけど、うん、気がついたらなんか僕は本当さそのグーゲンハイムとシークエンスやっててしたらなんか気がついたら他のアーティストがそのなんかシークエンスまたやりだしててえどうなったのかなって。まあでも部分は残ってたい、うん、ジェスが登場するところとか、うん、あとバルチャーが外に出てなんかやったりする、あの最後のあたりヘリコプターでなんかあって、はいはいはい、ドーンと落ちてくるみたいなところは結構レイアウト見たまんまって感じでした。かっこよくなるまでやり直し続けたってことですか、変な話ってことでしょ、うん、完璧にはそんな感じ気がついたらショットを追加されてるみたいな、あ、このショットとこのショットの間になんか新しいの入ってるみたいな、うん、全然ありましたね。やっぱ日本じゃ無理ですね、その考え方で作っていくのって。ちょっとアニメーション映画しか僕はこっちで仕事まだできてないですけど、そもそもこっちのアニメーション映画の作り方の考え方がその締め切りに合わせるためにちょっとまあこのショットはそんなにすごい重要なシーンじゃないからちょっとこのぐらいで抑えておいてっていう、ここは見せ場だからすごい頑張る、ここはちょっとまあほどほどにみたいなバランスを、日本だとそういう作り方がやっぱ多いのかなって思ってるんですけど、こっちはやっぱそのここは絶対にいいものにしたいっていう、基本的にはいいものにできるまでやるみたいな感じの作り方がこっちだとやっぱベースとしてあるんで、やっぱコストに対する考え方が全然違うんだ。日本だと絶対締め切りはやっぱ厳守する前提で進めて、たまにまあちょっとどうしてももっといいもの作るためにこぼすとかもあるかもしれないですけど、こっちは割とこぼしがちはあ、まあというよりはもう品質優先なんですね。ただしそうですね、ちゃんといいものにしようねっていう感じで。日本だとよくここは神作画だよねみたいなあるじゃないですか、全身神作画じゃんみたいな、全員天才なんじゃないかみたいな、そこら辺は実際やられてる方たちからするとどうですか、やっててアベレージのスキルはやっぱり高いなと思いますね、うん、日本でももちろんなんか上手い人はめちゃくちゃいるんですけど、なんかアベレージがやっぱ高いっていう感じがこっち、うん、あと僕個人的に思ったのが、日本のアニメーターの方も本当こっちでも全然仕事できるぐらい上手い人全然多いと思うんですよ。スキル的にはそんなに差がないなって感じるけど、こっちの人は上手いし人柄もいいし人とコミュニケーションも積極的に取るっていう、なんかもうアーティストとしてのスキルだけじゃなくて全部すごいんですよ。確かに横のつながりがさっきお話しされてましたけど、はい、結構強いので、例えば私たちディズニーに行ってますけど、その誰々があのディズニー入りたいと応募してるけどどうだった、一緒に働いててみたいなのを結構聞かれたりするんですよ。確かに、だから誰にでもナイスにしてないと、あの悪く言われちゃうと仕事をもらえないので、その辺はその仕事スキルが高くないとそもそもその渡っていくのは難しいかなって。その仕事できる人ほどこうナイスでいようみたいなのが前提としてあるんで、だから今日本だと改善だいぶされてるのかな、まあハラスメントじゃないですけど、そういう教育をちゃんと受けないと、あの上のポジションに行けないので。なるほど、それがナイスでいようなんだ。このプロジェクトだと上司だけど、次のプロジェクトだったら自分の部下だった人、チームメンバーだった人が上司になることもあるので、うん、忘れてみても多分、うん、ナイスでいいよってのはあると思う、うん、確かにね。いやその一作目をやったこちらのお二人、一作目をやったことがあるんで、はい、やっぱ大変だったっていう話は聞いてたんですけど、やっぱいざやって体験して、あ、こんなに大変なんだなっていうのはすごい感じてただやっぱりその最初にも言った通り、映画本編見たらそれだけのものすごいこう質の高い映画になってたんで、感無量って感じですね、僕的には。あ、まあ、大変だってことはもうあらかじめ聞いてたんで、そんなにまあ、それに加えてより思ったより大変だったとかあんまりなかった。このスパイダーマン動かしたいみたいなやつを動かせて満足みたいな感じですか。印象、いや仕事やってて印象的だったこととかあります？なんかそのまあ作業そのものもそうですし、職場でもそうですし、思い出として、クルーギフトすげえ豪華だったなっていう。確かにそれ見せようよ。こういう
このマイルズのバックマイルズのバックです。劇中に出てくる。しかも缶バッジも全部ついてる。もっとカメラに近づいてみせよ。もうコスプレイヤーも超欲しいじゃないですか。そうあとマイルズ使ってたスケッチブック。はあ。中も、中もあるの。中もあります。中もあります。すげえ。これはアニメーターだけですけど、アニメーターの一番偉い人が、ミゲルの 3D プリントフィギュアを作ってくれて、はい、よくミゲルだ。ミゲルです。で、この足の裏を見せてもらうと、このワムアニムクルーって書いてあるんですけど、ワムっていうのがプロジェクトコード名だったんですよね。ポスター。うわ、すごい。そうか、これだから、本当に関わった人だけが家にこのポスター飾れるみたいな。まあ、あとこれは多分プロジェクト全員関わった人にくれたんですけど、MA1 ジャケットみたいなボンバーの、ちゃんとクルーって、ちょっとごめんなさい、僕見えねえや。こう着てるやつも、これもクルーの。あ、みんな全員クルーのやつ。シャツを着てます、クルーシャツで。あー、ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ。これみんなそうなんだ。本当にその日本の作画アニメーターのファンみたいな人もいます。うん、中村豊知ってるみたいな感じへえ。でも監督の一人のホアキムがもともとカーテンとかやってた監督なんで、ちょっとこうパースがすごい効いたような 絵作りがすごい好きな監督だったりしたんで、なんかそこは結構アニメの影響とか結構、まあ、結構ボードとかも書いてたんで、ホアキムが、なんかそういうシークエンスは結構カメラがすごい、あ、広角レンズでガッみたいなアクションが多かったです。レイアウトも、もうストーリーボードから結構変えちゃっていいってことだったの？そうですね。まあ、っていうかボードがないシークエンスも結構ご自身で何か研究されたりとかしました？なんかその今回この作品に当たるにあたって勉強として。後半にかけてフィルが結構シークエンス見てたりしたんで、レイアウトの方。フィルは結構なんか、いわゆるなんかよく映画で見るようなレイアウトじゃなくて、結構コンテンポラリーな結構構図とか結構試してみたかったり好きだったりして、例えばオフバランスってなんかバランスがすごい崩れてるような、そうですね、なんか左下の方にマイルズがちっちゃくつって、で画面全部が背景みたいな。だけどキャラクターは喋ってるみたいな。キャラクターが喋ってる時、大体アニメーション映画だとそこをキャラクターのクロスアップに入ることが多いんですけど、なんかそういうのだったり、あとはキャラクターが左向いてるのに左側のスペースが狭くなってたりとか、なんかそういうこう、いわゆる普通の映画だったりアニメーション映画だと NG みたいなものをやってみたりとかしてましたね。そこが結構個人的には面白かったところで、さっき言ったホアキムは結構そのカートゥーンみたいな絵作りが好きなんで、まあ、ちょっとアニメっぽいザ・アニメーションみたいな。フィルの方は結構実写で、なんかその本当のカメラがここにあってみたいなことを意識して絵作りするみたいな、はい、だから結構そのスパイダーバース改めて見ると、ドラマのシークエンスとアクションシークエンスで結構カメラランクエッジというか、そのどういう風に撮影するかっていうレイアウトの作り方で全然違ったりとかして。へぇ、解説してほしいということで、ありがとうございます。ちょっと長くなっちゃいましたけど、なんか聞かなかったらまたお話聞かせていただければありがたいです。なんかね、好きな作品の話とかも本当は聞きたいですけどね、よく考えればまた何かあったらぜひちょっとお話聞かせていただければ嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、いかがだったでしょうか。ちょっとね、もうインタビュアーの僕のね、力不足をすごく痛感する、ちょっとインタビューになってしまいましたけれど、また機会があればね、何かしら、インタビューさせてもらったりね、やっぱりね、カナダ行って直接お会いしてね、いろいろ話す方がね、スムーズに聞けますね。では、面白かったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。またよろしくお願いします。さようなら。